どこまで？ダウンタウン、ノーススプリング最地に。ダウンタウンね。あと書類は朝7時までに用意してくれる？よろしくね。ちょっと待って。スローソン通りからラブレアに出て、そこから6番街でダウンタウンまで行って。徹夜？しょうがないでしょ。私も徹夜だからお互い様。高速の105の方が早いよ。え？105から110へ出た方が早い。110だと大学のそばが渋滞でしょ。でもラブレアだとサンタモニカの北が混むからね。高速だって10号線の北、パサデナ方面は全然動かないでしょ。まあね。だけどグランドストリートのとこで降りちまえば。いや、お客さんの好きな道でどうぞ。じゃあかける？かけ？そっちが遅かったら？それはないけど、もし負けたらただでいいや。かけ成立ね。したら何を？どうぞ。ああ、信号でついてたね。好きじゃないわ。あなたの言った通りよ。私の負け。マックス？ボリューム上げてくれる？古い曲好き？高校で楽器やってたの。木管楽器とか？いいえ、弦楽器。私そんな肺活量ないから。携帯でマクシ立ててるの見るとそうは思えないけど。あれはまた別よ。黙って私の言う道を通ってれば今頃渋滞にはまって5ドル余計に稼げたのに。浮いた5ドルで何でもバンバン買ってよ、好きなだけね。ほらそれほど大したことじゃないから。こんな賭け、お客に得させるタクシー運転手なんて他にいる？もう一人いたけど俺が殺した。ライバルを消さないとね。仕事にプライド持ってるのね。この仕事？いや、これは単なる腰掛けだよ。食ってくためにとりあえずね。やりたい仕事に就いたら頑張るけどね。どんな仕事？今準備中ってとこ。どんなの？教えて。リムジンサービスだよ。アイランドリムジン。島にいるみたいにくつろげるクールなリムジンサービスさ。居心地よくて空港に着いても降りたくないくらい。今はこれで稼いで、そのうちベンツ買って顧客リスト持って独立するんだ。弁護士の仕事はどう？あなた超能力者？まあね。Tストライプのスーツ、エレガントで派手すぎない。広告業界じゃないね。それに高そうなブリーフケース。バッグはボッテガだろ。見りゃわかるよ。刀持った男なら寿司職人。あんたは弁護士さんだろ？いいえ、ちょっと違うわ。弁護する側じゃなくて検察側なの。大事件の？早く着いたわ。当然。で、さっきの答えは？仕事は好き？ええ。今日は別なの？いいえ。
今日も張り切ってるわよ。法廷に立つのはワクワクするわ。でも後半の前の晩はいつも緊張でぐるぐるしちゃうの。緊張？どんな風に？負ける気がして、用意した証拠も役に立たないかもとか、準備不足でみんなの前で醜態さらして見かけ倒しだと思われたらどうしようかとか、司法省を代表してるのに冒頭陳述で滑っちゃって陪審に笑われる自分が目に浮かんで、泣けてくるの。吐く人も多いけど私は胃が丈夫なのね。で、気を取り直して冒頭陳述を書き直して証拠を見直すの。一晩かけてね。いつもそうよ。朝になって公判が始まればもう大丈夫。休み取ったら？休めたわよ、今のドライブで。そんなのじゃなくて、もっとしっかり休まないと。自分を見つめ直すっていうか、もっとリフレッシュして調子を取り戻す。あなたはいつ休みを取った？俺？しょっちゅう取ってるよ。しょっちゅうって？一日何度も。ここに行ってね。モルディブ島。これが俺のバカンス。嫌なことがあると5分休憩取って、ここに行くのさ。何も考えず頭を空っぽにする。ほら、やるよ。そんなダメよ、もらえない。いいから持ってて、俺よりあんたの方が必要だ。効き目は保証するよ。ありがとう、マックス。頑張って。何？もし何かビジネスで企業調査するときとか、タクシーのルートで議論したくなったら電話してちょうだい。